いよね。つらい。あ、それ狙い？簡単ですかって言ったらさ、いや、違いますって言ったら、あ、すみません、間違えました。似てますね、止まりよ。ツアー初優勝を狙います。
ともひろプロ。対しますは今季2勝目を狙います西谷ジョージプロ。それでは練習スローのうち決勝戦を行います。それではパーフェクト茨城大会決勝戦スタートです。
の福島大会以来の優勝となりましたが、今の率直な感想をお聞かせください。2勝目にすごい伸びがあったのでしびれましたありがとうございます。今おっしゃった通り、ツアーでは2勝目が難しいと言われてますが、今日の大会でですね、見事2勝目となりました。一つ勢いを巻き込んだのではないかなと思いますが、どうでしょう。1勝目と2勝目でいろんな人により多く応援していただいたので、ちょっと1回恩返しできたかなと思います。できていると思います。そしてですね、初優勝、4月の福島大会の初優勝後、調子がちょっと良くなかった時があったかなと思いますけれども、その点での課題点などはどこかでありますか。1年通して試合数が長くて季節感があって、まあ、湿度とか本当に長かったカウントですが、残りあと1戦、最終戦が待っていますので、そちらの方の意気込みを聞かせてください。いるかわからないですけど、表彰式に行けるように頑張ります。期待しています。最後にですね、会場で応援してくださった皆さん、生配信で応援してくださったファンの皆さんに一言よろしいでしょうか。先生、応援していただいてありがとうございました。まだ優勝されました日本同時上に毎日大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。次はですね、このまま表彰式の方に移りたいと思いますので、優勝された選手のパーフェクト茨城大会第3位の表彰です。第3位、イラブ摩擦プロ、おめでとうございます。将棋ボードの方も手渡されます。